じゃないな、来たよ元の隅。多分ね、この元の隅神社はみんな来てみたいところの一つに入ってるんじゃないかなと思うんですよ。なのでちょっと入り口から撮りますね。すごいね、開館時間日の出から日没までやって、キツネがハート抱えております。ただね、来てみてやっぱりなーという感じの感想でございます。なぜかというと、意外とみんなほらすっごいスケールを想像してるでしょ。でもね、ちょっとやっぱこぢんまりしとる。そうなんちゃうかなと思ってたらね、意外にこぢんまりしてんの。でもここに到着するまでのロケーションがもう本当によくって、見てたらいいかな。この山口県じゃないと多分あれが見れないなっていう風景がねたくさんありました。私的にはね、ここに到着するまでの方がワクワクしたかなっていうのが本音。でもやっぱりね、すごいよ観光客もね、この平日にもかかわらずすごい人だよ。こういろいろねいらっしゃるわけですよ。こんなないのね、こんなの。ちょっとごめんね、こう。でね、そうそうそう、そこ桜咲いてた。こんな感じ。じゃーん。で、なんかね、ビジュアル的にはやっぱりすごいいいよね。とりあえず、体験するために下行ってきます。じゃあまた後でレポートします。